深田選手、こんにちは。何すか井上選手、こんにちは。あ、こんにちは。スタートのなんかちょっと曖昧な感じ、ね、曖昧なスタートじゃないですか。それではですね、お二方にその色紙にベルディ君を書いて、ベルディ君を俺見てこいと思ったんだよ、ちょっとベルディ君、あれですよ、正月、なんか小学校の頃、正月のハガキに書いたんだよ。おじゃあその頃思い出して、若干こんな感じだよね。若干ね、それをちょっとアニメ系にした感じだよね。うん、もうちょっと大きく。え、もう書いていいですか？書いていいですよ。ぽいね、ぽいね、ぽい。そうですよ。まあまあまあ。コンドルだよ。コンドルです。すごい頃なんだな、ほんと顔がね、顔は全く同じなんだよね。やばい、ミスった、ミスったやばい、やばい、マジミスった。耳やったっけ。ここまでは完璧だよ。ここまでは恥ずかしいの、ちょっとえ、そっちから描いた感じ。頭のね、頭の俺上手くない、ちょっと下ちょっと顔上手くない。合体させれば出来上がりだもん。確かね、眉毛しちゃうから、ちょっとおいいね、自由だもんね、こんなのね、絵心にして。じゃあちょっと答え合わせをまず先にやりましょうか。それさ、鳥じゃないじゃん。いや、もっと人間、人間がもう顔だけあれなんだって。恐竜とか、もし顔だけ体重であれば、できれば足怪我してるなんか。十じゃあ十。ほらほらほら、だって顔だけだよ。十文字に貼りに。ああ、だってこれこれね、くちばし。羽はついてないか。じゃあ十。あれ、ないよ、尻尾か。あー、それなんかモワモワあったね、これモワモワ。しっかり手を振って5本あるんだ。そうだ、鳥なのに、うん、あ、でも口あるもん、ちゃんと口あって。ここが出てんの。いやー、これが俺、トサカだと思ったんだ。これ、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 これだと思ったんだ。この黒は何て言うの。眉毛、眉毛、眉毛。これ、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 そう、横向きなの。横イメージさせたの、横向き。あ、でも横だったら結構似てるよ。見て見てよ、後頭部の前。全員にこれついてます。ついてる。コンドルの特徴だから、それ。5月2日、突戦はファミリージョインデー。5月8日、草津戦もファミリージョインデー。味の素スタジアムに来てね。